森下宇尊電気水雷事件海軍省訪問谷口博士のことを調べてくれましたか L-16 以下のスパイ検挙の翌日それは日曜日だったにもかかわらず 朝飯を済ますとそのまま電車に飛び乗って警視庁の外事課へ駆けつけた藤二は玉村課長の顔を見るとまず一番にそう聞いたうんあちこち調べてみたがね博士が今研究していられるのはよほど重大なものらしいそれも陸軍の兵器ではないんだじゃあ海軍の方ですか 脳もそうらしいので海軍の人に今電話で聞いてみたのだすると博士の研究は軍事上の機密に属するから電話では話ができんというのだそれでこれから海軍省へ行って技術本部の小野田大佐にやってみようと思うんだがね待ってください小野田というと小野田杉雄大佐じゃありませんか そうだよ。君知ってるのかね大佐を知ってますとも小野田さんなら僕お友達ですよ帰りの汽船が一緒だったんですもの小野田さんはデッキゴルフはお得意なんですけど輪投げでは僕断然強いんですからいつも小野田さんを任してやったんですそうかねそれだと君も一緒に行ってくれる方がいいね 小野田さんは博士とは大変親密だそうだから詳しい話がわかるだろうと思うんだだって今日は日曜ですが日曜でも午前中は出勤しているという話なんださっき電話で打ち合わせなんだそうですかでは行きましょう警視庁から海軍省までは目と鼻の間だ 桜田門とは反対に虎ノ門の方へ広い通りを歩いていくと外務省と向かい合った大きな赤いレンガの建物がそれだ正門は閉まっていたがそばの正門を入って受付に名刺を出すと2人は早速会場の応接間に通された「やう、先ほどは」ドアを開けて入ってきた日に焼けた丸顔の小野田大佐は 玉村課長に挨拶しながら、ふとそばに立った。藤尾君を見ると。おや、藤井君、これは珍しい。とさも驚いたふうで。風でいきなり藤尾の手を力いっぱい握りしめた。君が訪ねて来てくれようとは思わなかったよ。どうしてまた玉村さんと一緒なんだね。それには訳があるんですが。 玉村課長が口を出した今朝の新聞をご覧になりましたかおお、拝見しましたともお礼を申し上げますよおかげで海軍の機密が保たれたわけでいや僕にお礼を言ってもらっては困るんですあれはみんな藤尾君のお手柄ですからえ藤尾君の 小野田大佐はさっぱりわけがわからないらしい今朝の新聞にスパイ検挙のことはデカデカと出ていたが藤代の名はどこにも見えなかったから大佐が知らないのも当然だ実は藤代君にはこれからもまだ影武者として大いに働いてもらうつもりだから新聞記者には何にも話しませんでしたが彼らを逮捕することができたのは全く藤代君一人の力です 玉村課長はそう言って藤代が難しい暗号を解いた話やスパイの家の床下から設計図を発見した話をするとおおそれは大したお手柄だ大臣に報告して何かご褒美をもらってあげなくちゃいかんなところでさっき谷口博士の研究のお話でしたがええ それも藤尾くんが嗅ぎつけてきたんですよ。藤尾くん、君からお話ししたらどうだね。では、僕話しましょう。昨日の夕方でした。僕、東京駅の食堂へ入ったのです。すると、ちょうど僕と背中合わせになったテーブルで、アメリカ人と40歳ぐらいの日本人が英語でひそひそ話をしているのでじっと聞いていると、谷口博士があさって、 今日から言うと明日ですね。京都へ旅行するとか、それは良いチャンスだとか、10分間もあれば大丈夫だとか、話はぶつ切れでしたが、なんだか意味ありげな相談をしていたので課長さんに報告したのです。なるほどね。じーっと耳を傾けていた小野田大佐が頷きながら口を開いた。ありがとう。 それはいいことを教えてくれた実はさっき玉村さんにもちょっとお話ししたが谷口博士は今我が海軍のために非常に重要な新兵器の発明に没頭しているんだそれももうほとんど出来上がったはずだがいや旅行をせられるということが事実ならすでに完成しているかもしれない それを万万一外国のスパイにでも盗まれるようなことがあったらそれこそ国家的の大損失なのだどんな発明ですかそれは藤代が目を輝かせて聞いたさあそいつは絶対秘密だが藤井君の行為に対して概要だけ話そうかねええどうぞ。 スパイ警戒のためにもどんな発明だか僕知っておきたいんですよろしいそれでは簡単にお話ししましょうあぶくを立てぬ水雷詳しい話をしても専門のことはわかるまいからごくあらましの話だよそれで結構ですほんのあらましで 一口に言うとにうだね。谷口博士が今研究していられる発明は「あぶくを立てぬ漁計水雷」なのだへえー、では今までの水雷はアブクを立てているんですか突然変なことを言い出されたのでさすがの藤井東郷もちょっと面食らった形だったそばの玉村外事課長も意外そうな大落ちで じっと大佐の顔を見つめているそうなんだ現在世界各国の海軍で用いている水雷は海の中を走りながらクジラのように泡を吹くんだどうして泡を吹くかというと水雷発射管を飛び出すと同時に圧作空気の力でスクリューが回転するような仕掛けになっているからなんだわかるかね つまり魚系水雷の中に圧作空気が入っていてそれが発射と同時に非常な圧力でスクリューを回すんだすると飛行機と同じ理屈でぐんぐんと海の中を潜って敵の軍艦へぶつかるわけだわかりますよそれで水雷から出る圧作空気がブクブクっとあぶくになって海面に吹き出すというんでしょう そうだそうだだから発射された水雷は海面にあぶくの尻尾を引いて走るわけでそれが現在使用されている水雷の非常な欠点なんだそうでしょうねあぶくを立てて走ったんではすぐ敵に見つかるんだものその通り。そこで各国の海軍で、 あぶくを立てない水雷を発明しようというので競争しているわけだがそれがなかなかうまい具合にいかないところでさすがはドイツだ昨年それを発明したというので我々をあっと驚かしたものだほうやはりドイツ人は偉いところがありますね圧っ空気の代わりに電気でも使ったんですか 玉村課長が簡単したように口を挟んだそうです蓄電気を使ったのですところがさて実験してみると電気だからあぶくを立てる心配はないですが速度の点でまるでお話にならないことが分かったのですつまり在来の水雷は40ノットの速力を持っているのにドイツで発明されたのは やっと25ノットしか出ないのですそれでなんだということになったんですが谷口博士の新式水雷は40ノットや50ノットはおろか60ノット以上の速力が出ることは確実なんですだからこれがいよいよ完成した暁には水雷戦法にたけた日本の海軍は 鬼に金棒というわけで、事実上、どこと戦争したって負けっこはないんです。素敵だなぁ。本当に負けないんですかどこと戦争しても負けるも者か。日本の海軍は世界一強いんだもの。偉いなぁ。日本海軍万歳だ。藤井東郷。 嬉しさのあまり思わず万歳を叫んだがすぐそのあとから怪しい2人のひそひそ話を思い出したでも谷口博士の発明のことを、外国に知れてるでしょうかそれだて博士の研究は今日まで絶対秘密ということになっているので外国人はもちろん日本だって海軍内部の一部のものしか知らないはずだ。 だから君の話を聞いて、実に意外に思ったわけだが。すると、海軍の中か博士の周りに、誰か売国奴みたいな人間がいるんですね。藤尾は真っ正直だ。遠慮もなく思ったままを言ってのけた。そうだね。君の耳に入った話が本当なら、そういうことになるが。 本当か嘘か谷口博士に聞いてみたらどうでしょう明日京都へ旅行せられるかどうかそうだねそれが一番の早道だでは片瀬へ電話をかけてみよう長距離だから10分くらい待ってくれたまえしかし大佐が再び応接前へ戻ってくるまでにはたっぷり20分はかかった しかも大佐の顔は部屋を出て行った時とは違って異常な緊張を見せていたどうも本当らしいね博士は東京へ出られたそうで留守だが玄関版の山岸少年の話では明日京都へ旅行をせられることは間違いないというんだするといよいよスパイですねあの2人は。 藤井の目の色が急に生き生きと輝きだした博士が旅行をせられることを知っているとなるとそうとしか考えられないね転ばぬ先の杖で何か警戒の方法はないものでしょうかたがでっさあ僕も今それを考えているんですが。 谷口博士がまた学者派だの。そんなことには一向頓着しない人でしてね。山岸にはちょっと注意しておいたんですが。山岸って少年ですかちょうど藤尾くんぐらいでしょう。博士が気の利いた書生が欲しいと言われるもので、海軍省の給仕の中から選抜してお世話したんですが、 山岸春夫といってなかなか賢い少年ですよじゃあ僕といいお友達ですね藤代はそう言って何か考えているふうだったがそうだその山岸君に僕を紹介してください僕これから片瀬へ行ってきます君が言ってくれるそれはありがたいね 博士がいられるなら僕も行くんだがでは僕の代理も兼ねて君行ってくれたまえ電話では詳しい話ができなかったから君が行ってじきじき話してくれれば何よりだ博士にはいずれ後から電話でお話しするんだけれど砂浜の二少年 冬には珍しいポカポカと暖かい午後だった江の島を前に雲の影一つない西の空にくっきりと描いたように浮き上がった富士を右に見ながら松原を背にした片瀬の砂浜に腰を下ろして語り合う2人の少年一人は富士伊藤井東郷今一人の少年は谷口博士邸の玄関係山岸春夫である。 ごぶがりのくりくり坊主それに服装は質素な爪め襟服だが年齢も顔立ちも藤代と大体に酔った少年特にその目元が愛くるしい中にも生き生きと輝くところは藤代とそっくりで小野田大佐の言うとおりいかにも海軍省の数多い球児の中から選び出された秀才らしい少年だ藤代の訪問を受け 大佐からの紹介状を見ると彼は早速一切万事のみ込んで屋敷を外に松原を抜けて今そこへ腰を下ろしたところであるそして2人はもう10年も友達のようにむつまじく親しい言葉で語り合っているのだったどうもおかしいなあ先生が旅行に出られることはうちの者のしか知らないはずだのに。 それもおととい先生からお話があったばかりだものそれがもう昨日変な外国人の耳にまで入っているんだだから僕は屋敷のうちに誰か怪しい人間がいると思うんだよでなければよそへ漏れるはずがないんだものそれはそうだがでも屋敷のうちにそんな悪い人はいないがなあ だって君、それはわからんよ。スパイの手引きをするような奴は、うまく猫をかむってるんだから。一体お屋敷にはどんな人がいるの先生と奥様は別にして、あとは黒川という先生の助手。今、玄関のところへちらっと顔を見せた人だね。メガネをかけた色の白い、そうだ。 あの人と、それからエリノアというドイツ人。おやおや、ドイツ人がいるのエリノアというと女だね。ああ、50歳ぐらいの婦人で、なんでも先生がドイツに留学していられる自分、大変世話になった人で、世界大戦に主人も子供も戦死して、一人ぼっちになったので、 先生が引き取られて昔のご恩返しにずっと面倒を見ていられるという話だがそのどいつ女が怪しいんじゃないかなわからないけれど僕はそんな人じゃないと思うんだがといい人だよ主に先生の助手だが執事見たようなこともするし 僕なほかにはほかにはどんな人がいるの奥さんが病気なので看護婦と女中が2人それに庭掃除のじいさんきりだじゃあ先生と奥さんをのけて6人だね僕を入れると7人だ君はいいんだすると その六人のうちにスパイの手先がいるわけだが、藤二はそう言ってじーっと考えていたが。それで先生が電気水雷の発明をしていられることを知っているのは誰だろうさあ、それはわからないが、黒川さんとエリノ輪さんは知っているだろう。先生の研究室へ自由に出入りしているから。 ではその2人は設計図がどこにあるかも知っているねそれはどうだか僕にはそこまではわからないけど春雄少年の言葉が終わるか終わらないうちに一匹のかわいいポインターがどこからかタッタッとかけてきたと思うといきなり春をめがけて甘えるように飛びかかったあビスかビスかよしよし さあおいで短い尻尾を打ち振って甘えかける子犬の名を呼びながらル男が頭や背をなでていると突然ピーピーと口笛の音が後ろの方から聞こえてきたそれを聞くと子犬はハッと耳を立ててはじかれたように飛んでいった藤井の目がそのあとを追ったすると 5 0ルも向こうの松原の外れをビール樽のように丸々と太った一人の外国夫人がジロジロとこっちを見ながら歩いていたなんだか怖いような目つきをしたおばあさんだあの人だねエリノアさんってあああの人だ犬が好きであのビスもドイツから連れてきたんだって 春はそう言ってふと自分の足元に目を落とすと「おや?」と小声で叫びながらもみくちゃになった小さい紙切れを拾い上げた秘密の通信これ今ビスがくわえてきたんだね。 春男は独り言のように言ってその紙切れを開いたビスの噛んだ歯の跡がいっぱいについていたが膝の上でシワを伸ばすとそれは鉄道省で発行したブロマイドの絵はがきで長良川の鵜飼の写真の上に達者なペンの横文字が産業ばかり書いてあった「ドイツ語だね」藤尾が横合いから覗き込みながら言った。 なんだって私は今東海道を旅行している日本の風景は本当に美しい近日中に写真機を携え参上しますご案内を頼みます JP 記者の中から出したんだね宛名は誰になってるの 表を返すとやはりドイツ語で「神奈川県片瀬ドクター谷口方エリノワ・ルイッスン様」とある写真機を持っていくのはおかしいなあ藤井がいま一度ハガキの文句を読み返しながらつぶやいたどうしてだってさっき話した東京駅の食堂で2人の男がひそひそ話しているのを聞くと 10分間もあれば結構だと言っていたんだ。設計図はどうせ大きいものだろう。だから盗み出すわけにはいかないから、写真に撮るのではないかと思ったんだ。それなら10分もあれば大丈夫だからね。そうね。そういやちょっと疑いたくなるね。そうだろう。でもこういう場合は目を八方に広げて注意しなくちゃいかんからね。 そういえば、電話を聞くのは君だろうああ、電話は僕の受け持ちだよ。近頃、どこからか先生を訪問したいと言ってきたものはないあるよ。昨日も理科研究所の西岡という人が友人と二人で訪問したいと言ってきたんだ。いつ来るのそれが今日の午後という話だったけど、 今朝また電話がかかってきて「今日は都合が悪いから明後日の火曜日の午後にすると言ってきたよ」明後日だと先生は留守になるじゃないかああ先生はお留守でも黒川さんが案内するだろう案内って何を見せるのサボテンだよそれ先生の研究室の隣に大きな温室があったろ あの中には先生がブラジルやメキシコから取り寄せた珍しいサボテンがいっぱい入ってるんだ先生はそれが大自慢で誰が来ても喜んでみせるんだよ君もお代わりに見ていかないそりゃあ変わった珍しいものがあるよありがとう理化学研究所の人がサボテンを見に来るっておかしいなあ。 藤はそういったきり頭をかしげて考え込んだと不意に後ろの松原から「山岸くん!」と呼ぶ声がした振り返ると直旗の上にセーターを着たセルロイドメガネの男がこっちを向いてさしまねいているあ黒川さんが呼んでる僕ちょっと行ってくるからね 春を少年が慌てて立ちかけると藤代も続いて腰を上げながら「僕今日はもう失敬する」「その代わりあさってまたやってくるよ」「それでね君黒川さんにも誰にも僕のことは学校時代の友達ということにしておいてくれたまえ」「じゃあさようなら」 なのような言葉もしもしお前さんどなただね中学生らしい一人の少年が谷口博士邸の正門をくぐってつかつかと玄関の方へ行こうとするのを庭の隅で落ち葉を集めていた掃除盤のじいさんが呼び止めた「僕東京から来たんですが山口くんはいませんか?」。 少年は足を止めると帽子を取って聞いた。ああ、春男さんのお友達かね。東京から遊びに行きなさったんだね。ええ。今日はお客様があるそうで、春男さんも音質のガラス拭きだが、ちょっくらならいいだろう。今呼んであげますよ。 4番でもいいですよ4をしてるなら僕そっちへ行きましょうそうかなそれでは後からついてきなさるがいい少年はじいさんの後について植え込みの中をくぐりながら裏庭へ回っていったそこは海岸の松原との間を高い板塀で仕切った広い庭で博士の研究室らしい洋館の建物に続いて 白いペンキでぬったガラス張りの温室が立っていた春雄少年は上着をぬいでその温室の曇ったガラスをせっせと拭いているところだった「春雄さんお友達が見えなさったよ」じいさんの声に春雄は手を止めてびっくりしたように振り向いた「いやあ藤雄くんかよく来たね」 遊びに来たんだけど、今日は世話しそうだね。ああ、今日はお客様があるので忙しいんだが。ローはそう言いかけて、都と辺りを見回した。じいさんはもう向こうの方へ行きかけている。他には誰もいない。それと見ると、ローは急に声を潜めて。遅かったね。僕待ちかねていたんだよ。 だって、二人が来るのは三時と言ったろうあの二人は三時だが、二時半にはもう一人来るんだよ。エリノアさんのお友達が。へえエリノアさんの友達が藤二は意外な顔をして。じゃあ、あのハガキをよこしたドイツ人だね。そうだろうと思うんだ。 今朝君と電話で話をして間もなく、襟の輪さんのところへ電報が来たので、僕持って行ったんだよ。すると開けてみて、お友達が2時半の汽車で着くと言って、とても嬉しそうな顔をしていたよ。2時半ならまだ大丈夫だ。藤二は腕の時計を見ながら。それじゃあ、怪しい奴はみんな集まるわけだから、願ったり叶ったりだ。 ところであの洋館だね先生の研究室はそうなんだドアの向こうとこっちと2つあるが両方とも鍵がかかっているよ僕さっき調べてみたんだそのこっちのテーブルや椅子を置いてある部屋はあそこはサボテンを見に来るお客様にお茶を出す部屋なんだそうそう 先生が一番ご自慢のサボテンは、あれだよ。春尾は、そう言ってガラス戸越しに音質の中を指さしたが、藤尾はサボテンなんか振り向きもしないで、塀の外に立つ松の木をじろじろと眺め出した。何を見てるの君。藤尾が目も放たずに松の木を見上げているので、春尾が不審そうに聞いた。うん。 枝ぶりのいい松はないかと思って探していたのだあの松がいいねそれ塀の上から枝をこっちへ出しているやつさ藤代が何で松の木を褒めているか春尾にはさっぱり合点がいかなかった読者諸君にもおそらくそれはわかるまいでは僕これから襟輪さんのお友達を迎えに駅まで行ってくるよ 君が迎えに行くって？ああ迎えてくるんだが断っておくようまくいったら君の代理を務めるかもしれないからね1人2役の活動。それから15分藤尾少年は藤沢駅の構内タクシーの前に立っていた。 僕、お客様を迎えに来たんですが、帰りの助手台へ乗せてくれませんか藤尾はそこにいた乗客案内係に話しかけた。どちら様でしょう。片瀬の谷口です。谷口さんですか。どうぞどうぞ。さっきえりのおさんがお見えでしたが、あの方とご一緒ですかそうです。多分自動車で行かれると思いますから。 では、お願いしますよ。嘘をつくのはよくないことだが、藤尾は入場券を買いながら心の中で謝っていた。でも、スパイの秘密を探るんだから、勘弁してもらわなくては。プラットホームへ上がると、ちょうど2時30分の上り列車が着いたところだった。見ると、ビールダルのように丸々と太ったエリノワ夫人が、 小型のトランクを持って二等車から降り立った赤ら顔の西洋人と固い固い握手を交わしている藤尾はつかつかとそのそばに近づくと自動車にお召しでございましょうトランクをお持ちしましょうかと日本語でゆっくり話しかけたすると襟のワ夫人がドイツ語で相手の紳士にその意味を告げた この少年は自動車の助手ですからそのトランクを持たしたらいいでしょうそれくらいのドイツ語は耳を塞いでいてもわかる藤代だったしかし彼は聞かないふうをして黙ってトランクを受け取ると先に立って改札口を外に自動車のドアを開けて二人の来るのを待っていたそして二人がシートに収まると自分はトランクを持って助手台に乗った 2人はよほど大した間柄と見えて汽車を降りた時からずっと休みなしに互いに話し続けているその2人の話に助手代の藤尾少年が熱心に耳を傾けていたことはもちろんだ自動車は5分とかからないで博士邸へ着いた真っ先に飛び降りた藤尾は2人のためにドアを開けてやるとさっさとトランクを玄関へ運んでいった 自動車の止まるのを聞きつけて玄関へ出迎えた春男少年とぱったり顔を合わした半分目で物を言って低い声でささやくと藤尾はトランクを春子の手に渡して後からとぼとぼと入ってくる襟の和夫人と外国紳士にお辞儀をしながらそのまま門の外へ出た。 自動車の助手だってなるほどこれはお客様のトランクだが一体どうしたというのだろう春雄には何が何だかわからなかったそのはずだ汽車から降りた外国人がスパイかどうかを探るために藤尾がちょいととんちを働かしてこっちへは谷口家の書生と見せかけそっちへは自動車の助手と思わせて。 一人で二人に化けていたことは誰にも気のつくはずはなかったからだが春男の方では藤尾のことなど考えている暇はなかった襟の悪夫人のお客様を迎えて間もなくまた門の前に自動車が止まったと思うと3時のはずの二人のお客が20分も早くやってきたのだ理化学研究所の西岡と山本ですが サボテンを見せていただきにあがりましたと黒川さんに伝えてください一人は356一人は267の立派な身なりをした二人ともちょっと目つきの鋭い紳士だステッキと街灯を切りで無論写真機なんど持ってはいないこんな紳士がスパイだなんてはずはないそれに第一 二人とも立派な日本人じゃないか春尾少年は黒川助手に案内されて奥へ通る二人の姿を見送りながら考えたするとやっぱりあのドイツ人が怪しいかな樹上の観測者黒川助手が二人のお客様を連れて温室へ入っていくと そこにはもう襟のワ夫人が内国紳士を案内してサボテンを見て回っていた案内役を入れての5人のその2組の主格は音質の中ほどで偶然一緒になってしまったそれは谷口博士が何千種もあるサボテンの中で「なと名を付けて一等珍重している見事なサボテンの前まで来るとみんなが思わず足を止めたからであった 大方天井まで届きそうな竹の高いそれでいて全面銀のような白い綿毛に包まれたサボテンは本当にこれが植物かと思われるくらい一風変わったものだったみんながそれを見上げ見下ろし簡単の声を放っているうちエリノワ夫人と並んでいた外国紳士がふと思いついたようにそのサボテンを背景にし記念の写真を撮りたいと言い出した。 春男が茶と菓子を運んでいった時は外国紳士は4人を前にコダックの写真機を構えているところだったははあ写真機を持っているぞ春夫は温室のドアを通して外国紳士の方を睨みながらつぶやいたやがて写真の撮影が済んで外国紳士がエリノア夫人と温室を出ていくとあとの3人はお茶を飲みながら世間話をしていたが 春男が二度目に紅茶を運んでいくと黒川助手が「春夫君こちらの山本さんがそこらを散歩したいとおっしゃるから君ご案内してくれたまえ」と言った春夫は庭下駄を持ってきて年上の方の紳士を案内しながら海岸へ出るつもりで裏庭の軌道を開けたその時彼はふと藤尾のことを思い出した 藤君はどこへ行ったろうスパイの嫌疑者はみんな来てしまったのにするとそれが連想作用というのだろう春男の目がふとさっき藤尾が褒めていた大きな松の木の方に向けられたと同時に「おっ!」春男は今ちょっとで危うく声を出すところだった 板越しに庭へ向いて我竜のように枝を突き出している松の木の今一段高い枝を足場に巧みに体を隠して屋敷の方を睨んでいる学生服の少年それは言わずと知れた藤二だ「黙っていたまえそしらん封んをして」樹上から目顔で無線の火花がパチパチと散った。 と思うとくるりと体が向こうへ回って藤二の姿はすっかり見えなくなってしまった春雄は今やっと気がついたが藤二の方では最初からその作戦だったのだだから温室のそばで春夫に会った時屋敷と松の木の位置を十分に見極めておいてトランクを届けるとそのまま門を外に松原へかけていって まだ誰も音質へ来ないうちにするすると松の木へよじ登っていたのだ。だから2本目の枝を足場にして二か,かえもありそうな。楼松の幹にぴったりとヤモリのようにへばりついて、顔だけ。そっと覗かしていれば、屋敷の方からは絶対に。気のつくはずはなかった。あつらえてもない。観測台だったのだ。 春ルの案内で海岸へ出ていく男の方には目もくれず藤二は後に残った黒川助手と若い男の2人を瞳を凝らして見つめていた2人はしばらく何かひそひそと話している様子だったがその話し声までは聞こえないそのうちに黒川助手が津と椅子を離れて立ち上がったと思うとそこに不思議な場面が展開した黒川助手が 後ろの壁際へ椅子を引き寄せてその上へ上がったそして右手をグッと上げたと思うと目の前の油絵の額の後ろからくるくると巻いたものを取り出してそれを広げながら壁の上へピンで留めた遠くてよくわからないが全体が青い紙だあはあ青写真だな。 藤二雄がそうつぶやいた時壁から2メートルも離れて正面に立っていた今一人の男が「これはまた何をしているのだろう」右手をポケットに突っ込み左手の指先で胸の辺りの直機のボタンをしきりにいじっていたと思うとやがてぴょこんとお辞儀をして元の椅子へ戻ったすると黒川助手が大急ぎで壁から青い紙を取り外し また油絵の後ろへ入れたほんの7分か8分ただそれだけのことだったその間に一体2人は何をしたというのだろうそれはともかく2人は再びテーブルに向かい合って話を始めた自分には松の木に隠れた藤代の姿はもうどこへ行ったか影も形も見えなかった 片瀬から追っ端前へサボテン見物に来た2人の男が谷口邸を辞したのはそれから20分もたってであった2人は門前に待たしてあった自動車に乗ると道を右に海岸伝いに鎌倉の方へ走り去った汽車なら藤沢へ出そうなものだのに東京から自動車で来たのかしら それにしては自動車の後ろの番号札に神奈川県の神の字がついていた明らかに東京の自動車ではないのだが門の外まで送ってきた春尾少年が不審そうに自動車の跡を見送った時反対の方から1台のオートバイが恐ろしい勢いでまっしぐらに走ってきた春尾の目が思わず後ろを振り返った。 ともう目の前へ差し掛かったオートバイからさっと右手が上がったあ<お>その瞬間今度こそ本当に春男の口から驚きの声がついてた風よけのメガネで顔の上半分は隠れていたがそれは確かに藤尾であったそれに手を上げた拍子にちらっとこっちを向いた顔その口元には 戦場へ乗り込む勇士のような誇らしげな微笑さえ浮かんでいたのだするとやっぱりあの2人を怪しいと睨んで後を追っかけていったのか「藤尾君しっかり頼む」僕「僕成功を祈っているよ」春るは砂塵を巻いて走っていくオートバイの後ろから大きな声で叫んでやりたい気持ちだった。 ハルオが想像した通り藤尾は二人の乗った自動車を追跡していたのだった確かに怪しいいや怪しい以上に立派な証拠も掴んでいるんだ逃げようったって逃がすものかハンドルをしっかりと握りしめて藤尾は前方の自動車を見つめながらつぶやいたその自動車は七里ヶ浜を一直線に 稲村ヶ崎を通って長谷の大仏の前から鎌倉の大通りを停車場の前まで来ると右へ折れて東京への道とは反対に鎌倉宮の方へぐんぐんと急スピードで走っていくおやおや変な方へ行くぞ森の中へでも潜り込むつもりかな土地不安ないな不二がそう思ったのも無理はなかった。 自動車は山と山との狭間へ入って夕暮れの寂しい道を東へ東へと突っ走る相模から武蔵へ三浦半島を横断していたのだその参道を30分も走った頃目の前が急に開けて夕暮れかかった海の景色が見えだした右の方にグラウンドのような広々とした空き地があって夜間飛行でもするのか その上空を1台の飛行機がぐるぐると旋回飛行をやっているさらに右の方に目を移すと火のともった町が見えてその向こうに大きな軍艦が23隻浮き城のように浮いているそうだあれは横須賀だするとここはおっぱまかな藤は、 やっとおっぱまの飛行場の近くまで来ていることに気がついたがその時彼は急に車を止めてきっと前方をにらんだ平地に降りた自動車が湘南電車の線路を越えて町の入り口にある橋のたもとで止まったからだ見ていると中から降りた2人は運転手に何事か耳打ちしながら橋のたもとを左へ 小高い丘の上へ登っていくこれをちょっと預かってください電車の踏切に近い雑貨店の店先へオートバイを預けると藤尾は急いで2人の後を追ったつま先上がりの小道を2 0ートルも登っていくと丘は平らになって雑木林に囲まれた小さな洋館が立っていたよーしとうとう突き止めたぞ 藤はじめてほっとしながら大きな安堵の息をついたしかし不思議なことには玄関も窓も真っ暗で家の中はまるで空き家のようにひっそりカとしているおかしいなあ確かにここへ入っていったはずだになんだか薄気味悪い気持ちながら藤尾は低いレンガの塀に沿って奥の方へ進んでいった。 日はもうとっぷりくれて辺りは真っ暗だがそこは東京湾を前に左に入り江を控えた丘の上で建物は5部屋か6部屋ぐらいの別荘風の洋館である藤代は足音を盗んで庭の中に入るとカーテンを引いたガラス戸にそーっと耳を当ててみたと奥の方からひそひそと話し声が聞こえる。 やっぱり中にいるんだ。どんな相談をしているんだろうその相談を聞かなくてはここまで追っかけてきたかいがないそれにはどうしたらいいだろう藤雲はつかつかとっぽあとにしざると鋭い目つきで建物の周りを見回しだした。と目についたのは庭の片隅にすくすくと伸びた五六本の妄想地区だ。 藤は靴を脱ぐとひらりとその一本に飛びついたそして四方へ張った小枝を踏んで上へ上へと登っていく竹は体の重みで自然と屋根の上へしなだれかかったとその頃合いを見計らった藤二の足が竹から屋根へひょいっとカエルのように飛び移った。 藤が屋根登りの冒険をやっている時塀の外の暗闇から黒い二つの影が4つの目を欄々と光らしてじっと藤代の方を見つめていた大胆な少年だね一人が低い声で囁いたとても我々はかなわんよ片方の男が答えた。 屋根へ上がって何をするつもりかなさあ今しばらく見ていようじゃないかそうだねそのうちに玉村さんもやってくるだろうスパイの追跡に夢中だった藤夫はさっき踏切のそばの雑貨店へオートバイを預けた時その店の中に腰をかけていた2人の男がそーっと彼の後をつけてきたことは 少しも気がつかなかなった。塀の外で今ひそひそささやいているのはその二人の男である屋上の冒険家の中は真っ暗でどこからも明かりは漏れていないでもガラス戸に耳を当てると 奥の方からヒソヒソと話し声が聞こえてくるドアを閉め切った部屋の中であの2人が誰かと密談をしているらしいどんな話をしているだろうここまで来たからにはそれを聞いてやらなくてはつぶやくも一生不二雄は庭の片隅にある竹を足場にスルスルと屋根の上に飛び移ったその時 暗闇の塀の外から4つの目がじっと藤尾の冒険を見つめていたしかし藤尾の方では後ろを振り返る暇はなかったそれどころか日本建築と違って屋根は恐ろしく傾斜して瓦は滑っこいスレートだうっかりするとコロコロ滑りそうだと言って踏みしめたら音を立てて砕けてしまうに決まっているそれを そろんそろっと足音を伸ばして猫のように歩く気持ちはたから見てもヒヤヒヤするゲートだでもやっとのことで屋根の端に突き出たレンガの煙突にたどり着いた庭から屋根を見上げた時にらんでおいた煙突だ煙は出ていないがひそひそと話し声のするのはどうやらその煙突の下あたりらしい藤尾はホッとしながら 性比べでもするようにぴったりと煙突に寄り添うとポケットに手を入れて変なものを取り出したそれは耳に当てるラジオの受話器に似たものを2つ長い紐でくっつけた警備ンデテクターフォだったもし機械があったらそれを使ってスパイの話を聞いてやろうとポケットの底に忍ばしてきたが谷口博士の屋敷ではそれを使う暇はなかった。 それが今ここで役立とうとは実は少々意外だった藤尾は背伸びをしながらディテクターフォンの一端をそーっと煙突の中に落とし込むと今度は紐を静かに静かに伸ばし出した1メートル2メートル3メートルすっかり紐が伸びきると受話器をぴったり耳に当てた 低い声が聞こえる。確かに人の話し声だが残念今一息というところだデテクターフォンの紐が短い藤代はつま先で伸び上がったもうちょっとだ受話器を左手に持ち帰ると右手で煙突の上端をつかんでぐっと体をつり上げた 足が屋根を離れて宙に浮いた。すっかり手はずはできていたんですが思わぬ邪魔が入ったもので英語だそれもあまり達者ではない日本人の英語だしかし今度ははっきり聞こえるほお,お邪魔が入ったってこれは立派な発音だ外国人に違いないそれが「 変なドイツ人で僕たちより先に来てサボテンを熱心に見ているものでどうにもならないんですそれに少年が一人いて始終出入りするものですから手を出す暇がなかったのですなるほどそれで遅くなったんですねでも結局うまくいったでしょうそのドイツ人がやっと部屋を出て行ったので今度は僕が少年を海岸へ連れ出しましてね その間に大急ぎで広田君に撮ってもらったわけですありがとうご苦労様。では早速現像に取りかかるかな現像写真の話だやっぱり藤二が睨んだ通り彼らは谷口博士の助手を仲間に引き入れ電気水雷の設計図をまんまと写真に撮影し今それを 外国のスパイに売ろうとしている。英語の流暢な外国人がスパイの主会で2人の男はその手先になって働く売国奴だそれだけ聞けばもう十分あとは彼らを一網打尽に捕らえるだけだ近くの警察か警備隊へ藤二はそう考えてちっとも早く屋根から庭に寄りようと煙突にかけた右手を離した。 そして宙に浮いた足先でそっと屋根のスレートを踏もうとしたがその拍子につま先がつるりと滑った「はっ」と思った時はもう遅かったまるで滑り台でも乗ったように藤二の体は傾斜の急な屋根の上をスルスルと滑りながら落ち始めた。 人間の砲弾。おや驚いたのは部屋の中の中人だった。頭の上で突然異様な音がしたと思うと表を上げる暇もなく屋根に取り付けた最高用のガラス天井がメリメリガチャーンとものすごい音を立てて降り注ぐガラスのかけらと一緒にズシンと。 人間の砲弾が目の前に落ちてきたのだおお<う> !3 人は声を立てて思わず後ろへ飛びし去ったしかしその3人よりももっともっと面食らったのは藤二だった滑った瞬間「しまった!」と心の中で叫びはしたがそれにしても場所もあろうに。 密談中の3人の真ん中へ墜落しようとは思わなかった幸い怪我一つせずぺったりとシーモチをついただけですっくと立ったもののさてどうしたらいいだろう手向かったらこっちが負けるに決まっていると言ってこのまま見逃してくれるはずもないのだ仕方がないなんとかうまく言い繕って逃げ出すほかに道はない 藤代はとっさに腹を決めた「木」「き」「君は何者だ」真っ赤な顔をしたスパイの首領が噛みつくように吠えかかったすみません僕この上の木へ登っていて木へ登っていた今頃木なんかに登って何をしていたんだ年上の方の日本人が外国人に代わって聞き始めた 僕小鳥の巣を見つけてあったんでそれを取りに行ったんですじゃあその証拠を見せたまえそれがもうちょっとで手の届くところまで行って足を踏み外したんです藤二雄は我ながらうまいことを言ったと思ったしかしそれは自分一人の考えだった嘘です この少年の言うことでたらめですつかつかと進み出たスパイの首領が藤尾の左手をグッとつかんだ藤尾ははっとしてつかまれた手を引こうとしたが相手の力は強かったケむくじゃらのたくましい手は 屋根から墜落しながらも未だにしっかりと握りしめたディテクターフォンと一緒に藤尾の手首を嫌というほど力いっぱいに押さえていたこの少年スパイですスパイに違いないです僕がスパイだとバカどっちがスパイなんだいるような眼光できっと外国人を睨んだ藤代の口からよどみない英語が思わず爆弾のように飛び出した スパイは君じゃないかそれに藤尾は二人の男を睨みながら。君たちは日本人のくせに恥知らずの売国奴だと声を限りに罵倒した。おお、生意気な。英語が話せるな。スパイの主会がこれは意外だと言ったように藤尾の顔を覗き込んだ。 がそれと同時に彼はハッとあることに気がついた英語が話せるでは我々の密談も聞いてしまったに違いないそう考えた首領の目が無言の命令を2人に送ったたった今「売国奴と罵られて青くなっていた2人がたちまち右と左から不二雄に向かって踊りかかった 三対一だ。もがいてみても追いつかないデテクターフォンの細ひもがぐるぐると藤尾の両腕を縛った足も縛ったついでだ口も縛っちまえよしきたかわいそうに藤尾はとうとう両手両足を縛られその上猿靴輪まではめられて3人の前に投げ出されたさあ これからどうしてやろう我々の秘密を嗅ぎつけたからには生かしてはおけない。重りをつけて、水槽にしようじゃないか。うん。かわいそうだが、仕方があるまい。このまま海の中へ放り込まれるのか。残念だ。せめて玉村課長にでも彼らの秘密を知らせることができたら、 死んでも心残りがないのだがでも今さらどうなるものでもない自分は特務機関の少年としてするだけのことをして死んでゆくのだ床の上に転がったまま藤二がじっと観念の目を閉じた時そこに意外なことが起こった突然玄関と庭のガラス戸をドンドンと割れんばかりに打ちたたく音と一緒に 開開けけろ、開けろと口々に叫ぶ声が聞こえてきた秘密の地下道。家の外には背広姿や制服を着けた海軍の水兵が78人庭の方と玄関に分かれて戸を叩きながら大きな声でわめいていた。 開けないないら破れ破れ,破れ背広を着た男の声とともに腕っぷしの強い水平がひとかたまりとなってずしんとドアにぶつかった玄関のドアがひとたまりもなく中に開いたそれと同時に庭の方のガラス戸もめちゃくちゃに砕け散る音がした正面と横あいから

メリメリと板戸の砕ける音。城前も一緒に消し飛ぶと、弾みを食ってよろよろと次の部屋へよろけ込んだ水兵の一人が思わず、おお<う>と声を上げた。少年が縛られている少年がそれだその少年だ早く助けてやれ後ろの方から声がすると、三、四人の水兵が、 前から後ろから大急ぎで手足の紐を解いてくれた皆さんありがとう感謝の言葉を口にしながら藤代がむっくりと立ち上がったとき人々をかき分けながら進み出た一人の紳士がいきなりその手をぎゅっと握ったああ、課長さん藤代の目から熱い涙がポロポロと落ちた 玉村外事課長が自分を救い出しに来てくれようとは全く思いもかけぬことだったまあ無事でよかったどこにも怪我はないのかねええ、僕大丈夫ですそれよりもスパイを捕まえてください谷口博士のところから電気水雷の秘密を盗み出したスパイですそう言いながら藤二は 玉村課長の手を取って部屋の片隅へ駆け寄ると「ここですこの床板を上げてくださいきっとこの下に隠れています」と足元の床をどンと踏んだおーなるほどここにがあるぞ。床板に取り付けた小さい鉄の缶を素早く見つけた一人の水兵が力を込めて引っ張ると。 それは意外一メートル平方余りの床板が大きく口をパクッと開けたおや懐中電灯の光で中を覗いていた一人がうなるように叫んだこりゃ地下道だ下の方へ石の階段がついてるそれじゃあ入り江抜け道になっているかもしれないぞそうだ いつもモーターボートがつないであるあの岩窟へ抜けるんだ。すると、ボートで逃げ出したかな。大方そんなことだろう。じゃあこっちのものだ。さあ面白くなってきたぞ。大急ぎでランチの用意だ。快速ランチの追跡。 おお見えだした見えだした一生懸命逃げてるわい月はまだ出ていないが星明かりの会場スパイの乗ったモーターボートの後ろを追って矢のように東京湾を爆沈する快速ランチのへさきから元気のいい課長の声が聞こえたとそれを待ちかねていたように後部の座席から真っ先に飛び出したのは藤尾だったこの真っ正面です それ白いものがぼーっとかすかに見えるでしょう闇の海上を透かすようにして水兵が遠い向こうを指さした僕には白い線しか見えないがその向こうですあの白い線はボートが波の跡を引いているんですその時、へさきに砕ける波のしぶきを浴びながら と行く手を見つめていた藤尾が思わず大きな声を上げたは,はっ見える見える確かにあれだでも随分離れてるな約4 0 0 0メートルでしょうね4 0 0 0メートル追いつけますかそんなに距離があって大丈夫あと30分で追い越してしまいますよこのランチは 飛行機が墜落した時救助に出かける特別快速艇だからいざとなったら50ノット走りますからねなるほどそう言われて気が付くと驚くべき快速力だ表を打つ風波のしぶきいやそれどころか高く低く波を蹴るへさきの動揺さえも一向感じないほどの超スピードで走っている5分 10分、20分。見る見るうちに船と船との距離は縮められてボートの上の人影が1人2人と目に映るようになってきたあと4 0 0 3 5 0 3百。0へ先に立った水平の距離観測の報告がだんだんと頻繁に言葉短くなりだした。と思う間に、 ランチはもうボートに近く迫っていた船を止めろ船をランチの中から割れるような声が響いたともはや逃げても無駄だと思ったが3人を乗せたモーターボートは急に速力を落として徐行しでしたやがて船と船とが触れ合うようになってくると減速に出て待ち構えた45人の水兵が ババラバラとボートの中へ飛び移った何をするんだ君たちは。荒々しく食ってかかる外国人の声がまず聞こえたその後ろから2人の男もしきりとブツブツ言っていたしかし水兵たちは彼らの言葉に耳も貸さず取って押さえてランチの中へ連れてきたスパイの首領はそれでもまだ早口の英語で何か言い訳をしていたが そのうちにじっと自分を見ている藤二の姿を見つけると急に顔色を変えて口をつぐんだそれと気がついた二人の男も真っ青になって縮み上がったとうとう捕まりましたね藤二はスパイの首領に達者な英語で話しかけた僕の顔を見たらもう何も言うことはないでしょう男らしく すっかり白状したらどうです白状する何を白状するんだ少年と侮ってか、スパイの首領は肩を怒らして藤尾を睨んだ。まだ白っくれるんですね。それでは目の前に証拠を突きつけなくてはなりませんね。藤尾は落ち着いた言葉でそう言うと、今度は、 年の若いスパイの手先に向き直ったそうしてそばに立った水平に「両手をしっかり押さえていてください」と頼みながらその男の直径のボタンを上から順に1つ2つと外し出したと2つ目のボタンにくっついて薄っぺらな板のように見える小さな箱が現れたおやおやそれは何だね 玉村課長がいぶかしそうな顔をして真っ先に目を近づけた周りにいる誰もが皆同じように後期の目を見張ったこれはスパイ用写真機ですよ。僕アメリカにいる時お金持ちの友達がこの写真機を持っていたので知っているんですが機械は直機の中に隠してレンズをボタンの代わりにするようになっているんですそれご覧なさい ボタンにそっくりですがここのところを回すと蓋が取れて中は精巧なレンズになっているんですおおこれは驚いたじゃあそれで谷口博士の設計図を盗んだんだなそうですよこの中に電気水雷の秘密がすっかり撮影されているんです今ちょっとで現像までされるところだったんです その時再びエンジンの音がし始めて快速ランチはスパイの乗ったモーターボートを後ろに引いておっぱまへ向けて全速力で走り出したその夜3人のスパイを海軍警備隊に引き渡し一方片瀬の警察から谷口博士の助手逮捕の報を受け取って おっぱまを後に東京へ帰る自動車の中で玉村外事課長と藤尾少年はさも愉快そうに今日の冒険を語り合っていた僕の方は何ででもないんです。山岸くんの話によると理化学研究所の人が来るというので研究所へ電話をかけて聞いてみると「西岡という人はいるが谷口博士を訪問する約束なんどした覚えはない」との返事でしたから。 すぐこいつは怪しいと思ったんです。それで今日博士邸へ行ってみるとあそこにいるエリノアというドイツ人の友達がやはり訪ねてくるというのでもしやと思って自動車の助手に化けて二人の話を聞いてみたんですがこれは本当のお友達で決して怪しい人物ではないのです。だからいよいよ二人連れの日本人の方が怪しいと睨んで 塀の外の松の木に隠れて覗いていると、博士の助手が油絵の後ろから設計図を持ち出して、あの男が直旗のボタンをひねったのです。それでもう間違いないと見てオートバイで追いかけたんです。でも僕、屋根から落ちた時はもう殺されるんだと覚悟していました。そこへ課長さんがあの人たちと一緒に来てくれたので、 僕思わずうれし涙がこぼれましたよ課長さんは僕の後をつけてきてたんですかいやつけていったんじゃないが君が黙って飛び出したからいくらか気になってブラッと後から出かけてきたんだそして鎌倉で電車を降りるとちょうど君がオートバイで走っているのが見えたので「はてな」と思ったが声をかける暇もない。 後を追うにも折り入しく自動車が1台もないのだと言ってまごまごしてはいられないからおっぱまの警備隊へ電話をかけ警戒を頼んだのだよそこで警備隊の山村中尉と川崎兵装長が停車場の踏切のところで君を待ち受けてあの丘の上まで君の後をつけて行ったんだそうして 君の冒険を見て二人で驚いているうちに君が屋根から落ちたものだから警備隊の水兵を連れて救いに行こうというところへ僕が駆けつけて一緒になったわけなんだあははそうでしたかそれですっかりわかりましたでも今日は愉快でしたよ僕一生忘れませんからね今日のことは 忘れられるもんか。四人のスパイを逮捕して電気水雷の秘密を救った君の主君は忘れようったって忘れられんように特務機関の記録にしっかりと書きつけておくよ。